はい、ちょっと車で来たんですけど、ちょっと爆睡しててね、全然わかんないですけど、どこですか、ここ。はい、今日は伊豆半島の西伊豆という地域に来たんですけどもね。西伊豆。はい、住所的には静岡県加茂郡松崎町というところになるんですけどね。だいぶ山あいですよ、ちょっと。はい。こんな感じですけど、あ、海が、木々の間に海がしっかり見えますね。はい、すごいところまで来たんですけど、こちらどういう旅館さんなんですかね。はい、こちらはコートロシューズさんというお宿さんでですね、はいはい、もうここも眺望を売りにしてますんで、絶景が見えますんでね。そうですね、山の上まで来ましたもんね。はい、楽しみですね。ちょっとなんか海鮮丼伊豆で食えるって聞いて、また今日もセブンだったんですけど、謝ってもらっていいですか。それは謝罪します。毎回さ、全然ご当地のもん食えないじゃん。ちょ、見通しが甘いって感じですかね。ちょっと申し訳ないですけどね。そうですね、ちょっと腹減りながらですけど、頑張りましょうか。頑張りましょう。じゃあ、ちょっと早速行きましょう。行きましょう。はーい。洋風な感じですね。そうですね、あんな感じで、あの可愛らしい外壁で、可愛らしいですね。いい感じ。今日は、はい、宿の方もご出演していただけるんですよね。そうですね、そう伺ってますけど。あれ、あの方ですか？あれ？あれ？なんかいらっしゃいますね。客じゃない、ないですかね。ちょっと行ってみますか。いや、すごいな、これ。こんにちは。あ、こんにちは。なんか新しい登場ですよ、この。わざとらしいか。わざとらしいですね、だいぶ。このパターンもあるんですね。こんにちは。こんにちは。ポトロシューズの渡辺さんでいらっしゃいます。今日はありがとうございます。こちらこそ、めちゃくちゃいい眺めですよね、これ。これやばいっすね。やばいっすね、これ。これね、夕日が今日見てるのが最高なんだ。ああ。何時心が弱ってるとね、はい、なんかここが濡れてくるんだ。泣けるそう。ちょっと俺泣ける自信ありますね、今。そう。じゃあ弱ってんだ。ちょっと弱って。今日はちょっと一日いろんなところをお風呂とお部屋見させていただけるので、はいはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。失礼します。はい、失礼します。今日はお部屋は何階、はい、3階の和室になります。あ、はい、はい、ちょっと3階の和室の方にご案内いただいて、今からお部屋の方、はい、入らせていただきます。はい、お願いします。お願いします。楽しみだな。楽しみだな。眺めが絶対綺麗だよ。絶対。あれ、髪が大丈夫。大丈夫、多分無理です。今のはわざと今のボケですかね。ちょっと自分の天然だね。そうですね。あ、すいません、失礼します。はい、はい、どうぞ。失礼します。うわすげー。え、眺めやばいっすよ。おお、やば。全部見えますね。これやばい。部屋からこの眺めはやばいっすね。これ皆さん喜ばれるんじゃないですかね。そうですね。紺碧の海、眺望の宿って名付けたんですけど、この景色ですね。はい、レイスから見える感じなんですか。そうだね。これだと観光された方っていうのはこの辺に泊まられていろんなところに行かれるんですか。そうですね、まあ、今日来ていただいてかなり道アクセス不便なんだけども、はい、結構コアな西伊豆の方もいますので、西伊豆マニアの方が訪れる形ですか。ツーリングのお客さんとか。ああ、それ多そうですね。そうそう、カーブを攻めたがるんで。攻めたがる。あとダイバーの方とか、ね、そういう方が来られる。今がちょうどいい時期じゃないですか。今日の天気とこの感じ最高ですよね。これも日頃の私の行いだと思うんです。きっと素晴らしい日頃の行いされてるのかなって。今日はあのお風呂っていうのはどういった感じの。ね、ここから見えるんですが、はい、オープンデッキの下に、はい、下に岩風呂があって、これ貸し切り風呂になってます。はい、はい、あとちょっとよろしいですかね。はい、玄関とは別に、ね、あちらにコテージがあるんですよ、はい、で下にちょっと小岩風呂って書いてあります。ああ、ありますね。あ、あれがこの専用のお風呂。あ、なのであそこに泊まらないとあそこには入っていただけない。なるほど。ちょっとプレミアム感。確
確かに、はい、あのテラスとかめちゃくちゃ良さそうっすね。あそこでね、はい、夕日見ながらビール飲めばもう最高、最高っすね、うん、それ以上ないっすね、うん、ちょっともうお風呂に入りたい欲がどんどん来てるんで、ちょっと早速いいですかね、お風呂の方入りたいけど一緒にね。あ、絶対入りたいっすね。嫁にガン無視されちゃったんで。確かに。ガン無視されちゃった。わかりました。岩風呂の方は今から案内させていただけるということで行きましょう。行きましょう。はい。おーい。失礼します。はい。こっちが大岩風呂。大岩風呂。ちょっと崖が狭くて長いんですね。で、ここに来ていただくと。回転灯が回って、はい、これどこの部屋からも見えて、お客さんをバッティングしないシステム。あ、人が入ってるんですよ、ね。回ってる時は入っちゃう。開発されたんですか？もともとついてる。なんか発明みたいな感じでした。じゃあ、すみません、どうぞ。トイレットに、はい、見てください。失礼します。着替えますね、ちょっと。はい。はい、だいぶ密集度がすごいですけどね。密になってるんで、早く。いいですか、はい、早く。おー、熱気がすごいですね。おー、立派なお風呂ですね。おー、結構広いですね。これで貸し切りっていいですね。あ、海見えますよ。じゃあ、ちょっといいですか。はい、どうぞ。天気のいい日の風呂最高なんですね。あ、温度もちょうどいい。じゃあ失礼します。はい、どうぞ。あ、気持ちいいですね。うわ、こんな眺め見ながら入れるっていいですね。カルシウムとかナトリウムを多く含んだ硫酸塩泉という泉質でして、はい、切り傷とかやけどとかの皮膚病に効くのと比較的美肌の湯っていうふうに呼ばれてます、はい、ちょっとさっきお部屋の方で聞いたんですけど、これ移住されて来られたんですか？家族で嫁さんと息子と自分で100年の8年ですか？結構思い切って来られたと思ったんですけど、そうですよね、どこですか、言いますよね、なかなかいい物件がないし、西に行くロスナイトとか下辺にずっと楽しくて、で、たまたまこの子に使って自分の自転車とか、そうですね、彼女はロマン、俺の自転車でロマンでも決めてしまうかみたいな、なんとかなるでしょう。実際もう来て結構もううまくなんとかできてると思ってたんですけど、いやー、できちゃうけど、やっと買い物できたなと思ったら、毎週末に2人になって、もう直撃でキャンセルもらって、で、年末になる人から、ちょっと認知してもらって、これでお客さん入ったなと思ったら、そうです。いやー、結構、ただもう、ただ感情な、本当に重でしたね。笑っちゃうからな、ね、まあ、その夢を追いかけてきたけど、まあ、理想と現実もありつつも、奮闘されてるってことですね。まあ、でもなかなか、ね、勇気いることなのすごいですね。そうっすね。俺らも宿始めますか？いや、やりたいですね。なんとかなるもんね。この上のさっきのバルコニーでバーベキューできるみたいな話だったけど、最高でしたね、私は。俺ら今日コンビニ飯なんですけど、なんか余り物が、あ、余り物で、これ全然もう、あのロケーションなら全部出るから、ね、今日今回伊豆までわざわざ来てよかったですね、いやー、本当よかったです。また来れない親御さんとご紹介させていただけてね、1年後オープンしてるかもしれないです、この辺に俺らの宿が。怖い。そこはシビアなんで。本日はありがとうございました。はい。いただきまして、はい。じゃあ皆さんもまたぜひもう気になった方は来ていただけると嬉しいですね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。